ドラフトの成果が現れるのは5年後と言われています。そこで来シーズン5年目を迎える2018年ドラフトで指名された選手たちをおさらいし、4年目を終えた各選手の現時点での評価を上記の5段階に分けたいと思います。そして2023年シーズンが終わった時に、このドラフトが良いものとなったのか厳しいものとなったのか振り返りたいと思います。皆さんも現時点での評価をコメント欄にしてくださると嬉しいです。今回はロッテについて。本題に入る前に、5年目のシーズンを終えたばかりの2017年ドラフト組の状況がこちら。5年目という部分で見てみると、安田選手が5年目のシーズンに試合数、本塁打数、OPS などでキャリアハイをマークし、山本投手がヤクルトにトレードで移籍、森投手が1軍デビューを果たすなど、選手にとって転換期となるのが5年目のシーズンとも言えます。それでは来シーズン5年目を迎える2018年ドラフト組のここまでの活躍ぶりを見ていきましょう。ドラフト1位の藤原選手。高卒ながら1年目から1軍デビューを果たし、6試合に出場。3年目には自身キャリアハイの78試合に出場し、打率2割1分7厘、5ホーマー22打点と、ホームラン数打点数でもキャリアハイをマークし、経験を積んだシーズンになりました。4年目の昨シーズンは、高部選手が飛躍したこともあり、出番が減り、数字も落とした形になりました。ただ、2軍では3年目40試合で打率2割8分9厘、4年目は34試合で打率2割9分8厘と着実にレベルアップしてきています。来季高卒5年目の年、そろそろ1軍の舞台でもバッティングで結果を残したいところです。現状の評価としては D とさせていただきます。ドラフト2位、東投手。即戦力として1年目からリリーフとして24試合に登板、3勝7ホールド、防御率 4.71 の成績を残し、3年目には37試合の登板で1勝4ホールド、防御率 2.88 と安定した成績を残し、ブルペンを支えました。次の年も引き続き活躍し、リリーフの核となりたかったところでしたが、4年目は3試合の登板に終わってしまいました。2軍では40試合の登板で3勝4敗3セーブ、防御率 1.07、ウィップ 0.95 と圧巻だっただけに、悔しいシーズンになりました。ロッテとしては課題のポジションですので、5年目の来シーズンは3年目以上の活躍を見せてほしいところです。現時点での評価は C に近い D とさせていただきます。ドラフト3位、小島投手。1年目から開幕ローテーションに抜擢され、計10試合に登板、2年目には20登板し7勝、3年目には24登板3完投2完封10勝、防御率 3.76 の成績でプロ初の規定投球回に到達し、2桁勝利を挙げ、飛躍の年となりました。4年目も安定感ある投球をし、2年連続で規定投球回をクリアしましたが、援護率 2.41% と恵まれず、24登板防御率 3.14 の成績も3勝止まりとなってしまいました。ここまで大きな離脱なくローテーションを守り抜き、2桁勝利も挙げている小島投手、現時点での評価としては B とさせていただきます。ドラフト4位、山口選手。2年目までは1軍での出場はなく、2軍が主戦場。
3年目に1軍デビューを果たし、78試合に出場、高卒3年目ながら9ホーマーと素晴らしいパワーを見せました。4年目、さらに出場試合数が増え、102試合に出場、打率2割3分7厘、16ホーマー57打点と全てにおいてキャリアハイをマーク。チーム内トップのホームラン数、2位の打点数と打線に欠かせない存在となっています。5年目の来季は確実性アップとロッテの課題、長打に貢献、20本塁打以上を期待したいところ、やってくれそうな雰囲気も感じます。現時点での評価としては、B に近い C とさせていただきます。ドラフト5位、中村俊也投手。先発、リリーフとして1軍通算50試合に登板。4年目の昨シーズンはキャリアワーストタイの登板数、イニング数で見ると12.1イニングとキャリアワーストのシーズンとなってしまいました。オフの契約更改では中継ぎとしての登板に意欲を示しており、現在支配下の左腕は9名と層は薄いので、貴重なリリーフ左腕として5年目の来季シーズン通して1軍に帯同できる活躍を見せてほしいです。現時点での評価は D とさせていただきます。ドラフト6位、古谷投手。1軍では2年目に2試合登板したのみで、ここまで2軍が主戦場。4年目の昨シーズンは肘、肩のコンディション不良もあり、キャリアワーストの登板数という結果になってしまいました。そしてオフに戦力外通告を受け、来シーズンは育成選手としてのスタート。まずはファームでのアピールからとなりそうです。現時点での評価は E とさせていただきます。ドラフト7位、松田選手。即戦力として入団も1軍通算3試合の出場に終わり、2021年オフに戦力外通告を受け退団となりました。ドラフト8位、土井投手。1軍での登板経験は3年目での14登板のみ。その3年目は2軍で21登板、1勝1敗2セーブ、防御率 2.57 とキャリアハイを残し、迎えた4年目。37登板、4勝4敗7セーブ、防御率 4.37 と安定感を欠き、1軍での出番がないままシーズンを終えた結果となりました。来シーズンは高卒5年目、2軍では圧倒するような数字を残したい年齢に差し掛かります。現状の評価としては E とさせていただきます。育成選手として指名された鎌田投手。支配下契約を勝ち取れぬまま、2020年に戦力外通告を受け退団となりました。ロッテの2018年ドラフト組の現状の評価はこのようになりました。ただ4年目までは1軍の壁にぶち当たっていても、5年目のシーズンに大きく飛躍した選手が上記のように6名いますので、2023年シーズンオフにこの現状の評価が大きく上昇する可能性も十分に考えられます。ですので2023年シーズン5年目を迎える選手たちの活躍に注目して見てみるのも一つ面白いのかなと思います。皆さんはこの中で特に期待している選手はいますか？よければコメントで教えていただけると助かります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。